こんにちは。ゆっくり80、90年代です。今回はあの頃お世話になったアイドル女優の今をまとめて紹介します。藍染京子さんは父方の祖母がカナダ人のクォーターで、子供の頃は金髪だったそうです。桜木類さんはおにゃんこクラブの最終オーディションにも残っています。美穂幸さんは元読者モデルで、女優志望なのを騙されたそうです。河合さとみさんも、桜木類さんと同じく桃子クラブに在籍していました。早川まなみさんはフードル時代にオールナイトフジに出て、番組スタッフや男性タレントの顔を見て、あそこの形を言い当てる、という特技を披露していました。日高さよさんは経験人数500人以上という豪快女子で、スカウトではなく自分から申し込んでデビューしました。黒木香織さんは横浜国立大学イタリア美術専攻に在学中、イタリア留学の費用を稼ぐためにデビューしました。村西監督の今の口調は黒木さんの影響が大きいと言われています。秋元智美さんは映画、マルサの女、に出演するなど、本格女優としても活躍していました。中澤恵子さんは女優を夢見て岩手から上京して所属した事務所に、H 女優になれば女優になれると騙されてデビュー。矢上康子さんは竹村優香さんと青のりまさんに続く、日本の H 女優第3号です。森田瑞恵さんの駒沢大学法学部時代の同級生にはシンガーソングライターの久保田、俊信さんがいます。星野ひかるさんが卒業した白鵬女子高校の OG には神田うのさんや、ももクロの高木れにさんもいます。葉山玲子さんは90年代、T バックに続く、O バックのクイーンとしてちょっとだけ活躍しました。そんなこんなで懐かしいあのアイドルの今でした。この動画が気に入った方はチャンネル登録をすれば、女優になれるかもしれません。